時速500キロで走行する超電導リニア。このスピードを体感できるのは世界でただ一つ、山梨県都留市にある山梨県立リニア見学センターだけなんです。ドキドキリニア館に入ると、そこにあるのは2003年に鉄道の世界最高速度時速581キロを記録した試験車両 MLX01-2 です。この試験車両、なんと中に入れちゃうんです。お子様は制服を着てリニア車両と記念撮影をしていただけます。1964年の東京オリンピック以前から始まる超電導リニア開発の歴史を知ることができます。時代ごとに変化してきたリニア試験車両の模型が並び、リニアの進化がよくわかります。ドキドキリニア館1階には小さなお子様が楽しめるキッズコーナーや授乳室もありますので、お子様連れの方も安心してリニアの世界を楽しんでいただけます。1階でリニアのことを知ったら、2階でリニアの世界を体験しましょう。ここではリニアが浮く仕組み、進む仕組みを体験しながら学べるんです。これはミニリニア、小さいけど本当に磁石の力で浮いて走るんですよ。リニアの特徴、磁力で浮いて動く磁気浮上走行を体感してみてくださいね。こちらは超電導ラボ。超電導体の特性をご覧いただく実験を行います。マイナス196度にまで冷やされた超電導体の不思議な現象をお楽しみください。ご覧ください、コースの上を浮いて走るんですよ。もっと超電導リニアについて知りたい、そんな人にはワークショップがおすすめ。リニアの仕組みについての詳しい解説を聞けたり、リニア模型の工作ができたりと、リニアの仕組みについて学習することができるんです。ここは屋外見学テラス。時速500キロで走行するリニアを真横で見られるのは世界でもここだけなんですよ。リニアの圧倒的なスピードを感じてください。1階、3階からも走行するリニアを2階とは違った角度で見ることができますよ。ここはリニアシアター。超電導リニアに乗り込み大阪を目指しましょう。あなたが時速500キロのリニアに乗車する、そう遠くない未来を映像と振動で体感することができちゃいます。ただいま浮上走行へと移行しました。ただいま時速500キロメートルに到達しました。次は全長17メートルの巨大ジオラマです。リニアが走る山梨がそこにあります。リニアはもちろん在来線も走っています。さあ、ジオラマショーの始まりです。富士の国山梨を舞台にした日本の四季を旅することができます。今いるドキドキリニア館の隣にはワクワク山梨館があります。その1階にあるのがショップ2027。ここでしか買えないリニアオリジナル商品をはじめ、鉄道グッズ、山梨のお土産などをお買い求めいただけます。リニアの思い出とともにどうぞ。ワクワク山梨館の2階には
山梨県の観光情報コーナーがあります。3階は展望室です。こちらからも走行するリニアを間近に見ることができます。山梨県立リニア見学センターへは車で東京からおよそ1時間、名古屋からおよそ4時間、大阪から6時間ほどで到着です。富士山、河口湖方面から車で30分、大月インターチェンジ、大月駅からも15分という近さです。2027年にはリニアは東京、品川駅、名古屋駅間を最速40分、その後東京、品川駅、大阪駅間を最速67分で結ぶ予定です。地上最速の高速鉄道が日本を走る、そんな未来がすぐそこまで来ています。一足早くリニア見学センターで時速500キロの世界を体感しませんか？未来はあなたの目の前にもう広がっています。